山茂春君皆様おはようございます、えー、今日もお傍聴においでになった主権者国民の方に、まず感謝を申し上げます、ありがとうございます。えー、今日は14分と大変短いですけれども、おいつもと変わりなく、党利党略のためではなく、国益のためにこそ質問いたしたいと思います。えー、最初に、えー ちょっと皆さんにお詫びしつつ申し上げたいんですが、通告外の緊急のことを一つ質問いたします。先ほど全く非公式ですけれども、林外務大臣にはご相談をいたしました、えー。今朝早く日本にも入ってきたニュースとして、ロシア国営テレビの放送中、ロシアですから、この特別委員会に関係はもちろんあります。 ロシア国営テレビのニュース放送中に、キャスターの後ろに国営テレビの職員の女性の方が現れて、まず大きな紙で戦争反対と、それからプロパーガンダに騙されるなという文字があり、そして情報によっては戦争反対という声も上げられたそうです。で、その後これは間違いなくこの女性は拘束されたと。で、この女性の勇気と世界への献身が生かされるよう、女性の救出へ、 日本政府もままたたた動いていいいてだきたいと思いますすみません、通告外ですが、できましたら、林大臣におお答えをお願いします林外務大臣。え先ほど、青山委員からご,ご,ご,ご協助いただき、私もニュースを確認させていただきました。えー、この勇気ある方が、まだロシアにいらっしゃるというのは、一筋のまあ巧妙ではないかと、こういうふうに思っておりますが、まあ、一方で、その元になっております、ロシアにおけるですね、 報道の自由が制約されていること、またそれを受けて、特に外国のメディア、これがロシアでの活動を停止せざるを得ないということになっていること、そして報道によりますと、このロシアの国営放送のスタッフの方が拘束されていると、これらのロシアによる報道の自由の制限、これ強く懸念をしておるところでございます。 我々としても何ができるのかしっかりと考えていかなければならないというふうに思っておりますいずれにしても今回のロシアによるウクライナ侵略国際秩序の今回揺るがす行為であり明白な国際法違反であります厳しく非難をいたします委員長青山茂春君林大臣ありがとうございます報道の順位にも触れていただき的確な答弁をいただきました ただ具体的に身柄が拘束されますように、ロシアの内政問題とはいえ、ぜひご努力を外交ルートでお願いいたしたいと思います。それでは、通告いたしました質問に入ります。皆さんご承知のとおり、沖縄はこの5月についに祖国復帰50年を迎えます。僕は子どもの頃に祖国という言葉を聞いたのは、この沖縄の運動が最初でありました。 僕が小さい頃はまだ祖国という言葉も、実は日本ではタブー視されていたわけです。えー、その思い出もあり、不詳、私は26歳のときに訪れる人もなかった、当時はですね訪れる人のなかった白梅学徒看護隊の自決後を訪ねてから、不詳ながら沖縄のことをライフワークの一つとしてきました。長い時間をかけまして、信頼関係を築いてきた白梅学徒看護隊の生き残りの方々、 当時は15、16、17の方々ですが、今、90歳をもちろん超えている方もいらっしゃいます。えー、妙なこと言うですが、この地決号の前でハグをすると、もう90を超えたおばあさま方が、本当に15に戻る感じが実はします。で、その方々、今は白梅同窓会と言ってますけれども、白梅同窓会の会長で、中山菊さんという沖縄では大変知られた、多分大臣ご存じだと思いますが、 語り部の方がいらっしゃって、長い交流の中で信頼関係ができてから、不詳、私が5月15日復帰の日を日本国の祝祭日にしませんかと提案いたしましたところ、この自決号の前で、この中山顕史さんがおっしゃったのが、いや、米軍基地込みの返還でありましたから、とても弱気持ちになれないんですということをおっしゃいました。 もちろん、無理事いとかそういうことではなくて、その後もじっくり話し合ってきたんですけれども、この50年となりまして、この米軍基地があるということも含めて、沖縄県民と国民の理解を求めて、いよいよ国民の祝祭日にすべきではないでしょうか。今年記念式典は当然予定されているんですが、正直それでは足りないと思います。祖国復帰運動の苦しみ、その後の沖縄の大きな負担。 それを克服していくためにも、大臣、ぜひぜひご努力をお願いしたいと思うんですが、いかがでございましょうか西目内閣府特命担当大臣、えー。答弁の前に予算の説明書の3ページで、独立行政法人というべきところ、行政という言葉を飛ばしてしまいました。えー、お詫びして訂正させていただきたいと思います。えー、それでは、青山委員のご質問にお答えをいたします。 先の大戦で沖縄は生産な地上戦の舞台になりました県民は筆舌に尽くしがたい苦難を経験いたしましたまた戦後も復帰までの27年の年月を要することになり県民は多大な苦難を経験しております昭和47年の沖縄復帰はこのような歴史を経て県民そして 国民全体の悲願として実現したものであります。さまざまな節目に復帰の歴史的意義を思い起こすとともに、沖縄の歩みを振り返り、その歴史に思いをいたすことは重要であると認識をしております。今年5月に開催する沖縄復帰50周年記念式典も、このような趣旨で開催するものであります。国民全体で沖縄の歴史に理解を深め、 沖縄の一層のの発展を記念すする機会ととしたいと考えております沖縄の歴史に対する沖縄県民や国民の理解を深めるため、5月15日を国民の祝日とするべきという委員のご提案は、委員の沖縄や沖縄の人々に対する真摯な思いに基づくものと考えており、重く受け止めたいと考えております。 その上で、沖縄復帰や沖縄復帰の日の捉え方につきましては、県民の間にもさまざまな考えがあるものと考えており、私としましては、沖縄県民、そして国民全体の議論を見守っていきたいと思っております<上>青山茂春君大臣、ありがとうございます。大臣ののおっしゃるとり、えー、私たちの中と内南の中の よく理解ができてからのことだと私も考えております二つ目は沖縄経済のことです中国を中心にした観光客頼みの沖縄経済の発達まで大きな成果も上がっているんですけれどもただそれでは沖縄経済が自立しきれないのではないかと懸念いたしますなぜかというと独裁国家ですから例えば中国共産党が沖縄に行くのやめましょうと言えば実は観光客が 突然どんと減るわけですから、その意味でも沖縄経済の自立ができないのではないかと長く懸念しております。今、世界は、その前にウクライナ危機はエネルギー危機の正体も世界と日本に明らかにしましたけれども、その以前から資源エネルギーについて世界では大きな流れが変わっています、すでに。資源が、日本が資源がないっていうのは、それは陸上産出のエネルギーに資源に限ったことであって、海洋資源については、 今まで水圧との戦いに勝てなかったから、取れていないんですけれども、本当は日本は隠れた資源大国であります。したがって、今、海中ロボットや海中の人工膜の発達でもう取れるようになってきましたから、沖縄を自前の資源開発の研究、そして運搬、やがては資源の足りない国への輸出の拠点にもすべきだと考えています。 まずはそのセンターを建設し、沖縄の誇る沖縄科学技術大学院大学や、あるいは琉球大学をはじめ、地元の方々、地元の知恵を集めて、そしてここに踏み出していただくこと、資源は経済にとって非常に大きいですから、そのことを大臣にお尋ねします西目内閣府特命担当大臣。委委員員長、えー、青山委員指摘のとおり司法を 海に囲まれ東西1000キロ南北400キロまた広大な海域を抱える沖縄におきましては海洋エネルギー鉱物資源など海洋に関する産業の創出に大きな可能性があると認識をしております県においても現在検討中の新たな振興計画の素案において海洋立国への貢献や ブルーエコノミーの展開を新たな施策の柱の一つと位置づけ、海底鉱物資源の研究開発等の強化による新たな産業の創出に向けた取り組みを進め,進めることとしているものと承知をしております。海洋エネルギー鉱物資源の開発、産業化に向けましては、解決すべきさまざまな課題が存在しており、 中長期的な観点からの対応が必要と考えておりますが、沖縄振興に大きく役立つ可能性があるものと考えております。また、我が国の資源エネルギー安全保障という観点からも意味があるものと考えております。海洋資源の資源量の把握や生産技術の開発等、国による調査研究や技術開発の動向を注意しつつ、 また関係省庁とも連携しながら、沖縄県をはじめとする地元の取り組みへの支援について、対応を検討してまいりたいと考えております青山茂春君、えー、大臣の今のお答えはあ、研究調査船に実際に乗って、沖縄の海でも資源調査をしてきました、私にとっても本当に和解を得たりの、えー、答弁をいただきました。 水圧との戦いは今後も続きますので、当然、それはコストとの戦いになります。時間がかかればかかるほど、むしろ沖縄にとっては、そこを中長期、長期もかねての経済振興の拠点にできると思いますので、何卒よろしくお願いいたします。最後に北海道に関連して一つお聞きします。皆さんご承知のとおり、土地に関する画期的な新法が、9月の施行を目指して今、準備中であります。 しかし、これが施行されても、これは第一歩であって、いわゆる安全保障に関連するような特定の土地についての中国や韓国の土地の買収について一定の歯止めをかけるという、画期的は画期的ですけれども、そこに絞った法律となっています。ところが、北海道の方々から私個人にも多く寄せられることは、例えば水資源であったり、 あるいは観光地であったり、いわゆる安全保障と直結しなくても、特に中国の土地買収が非常に進行しているのではないかということで、心配の声は本当に強いです。全国民にとってもそうです。そこで、新法とは別途に、こういう新法を今、とりあえず対象にしている土地ではない土地についての全体的な実態調査ということを、政府に行っていただきたいと思います。 国土交通省、不動産建設経済局、吉田次長、はいえー、国土交通省からお答え申し上げます。えー、昨年の中条国会におきまして成立した重要土地等調査法につきましては、現在、内閣官房よ内閣府を中心として施工準備を進めているところでございます。一方委員ご指摘ございました、えー 北海道におきます外国資本の土地取得の状況を調査すべききではないいかととうことにつきまして国土交通省におきまして、土地の取得状況を把握できる制度といたしまして、土地の取引に関する届出を定めました国土利用計画法を所管しているわけでございますが、こちらの制度、安全保障ではなく、あくまでその地価高騰対策という制度となっておりますことから、対象は大規模な土地取引に限って、 また内容もです、ね、取引価格等を報告していただくということになっておりまして、その外国資本による土地取引の状況を把握できるものになっていないところでございます。一方、森林あるいは農地につきましては、面積にかかわらず取引に届け出なり、許可なりが必要という制度になっておりまして、農林水産省におきまして、 外国法人等による森林等農地の取得状況に関する全国的な調査結果を公表されておりますところ、令和2年の調査結果によりますと、北海道については森林が8軒20ヘクタール、令和2年中に外国資本によって取得されている、ちなみに農地はゼロということでございます。 このような状況の中で、重要土地等調査法の国会審議におきます衆参両院の付帯決議におきましては、政府に対しまして、我が国の安全保障の観点から、資源や国土の保全にとって重要な区域に関する調査、及び規制のあり方について、本法や関係法令の執行状況、安全保障をめぐる内外の情勢などを見極めた上で、検討することが求められているところでございます。 国土交通省といたしましては、現在、内閣官房、内閣府を中心として進められている重要土地等調査法の施行準備はもとより、施行後の状況を踏まえました、この付帯決議に基づきます政府全体の検討の中におきまして、政府の一員として的確に対応してまいります委員長青山繁春君、はい。まずできることからやっていくという政府の姿勢、私も指示しますので、よろしくお願いしまますす終わりますありあがとうございます。 That's a bit.